うん、今は青玄米とお魚を食べてます。ゆで卵、ゆで卵、びっくり、ゆで卵食べるよ。塩、塩、ゆで卵、ムキムキ、ん？ SMS で合ってるんじゃない？ SMS 合ってるよ。 SNS ではないんです。 SMS 認証。ちょっと待ってね、ムキ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 してる。ゆで卵、ゆで卵、ゆで卵、タンパク質を摂取します。タンパク質とお米も取ります。うん、つるつる、つるつる、うん、うん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 、何だ今の。今日はレッスンです。朝からレッスンがあるので、朝にレッスン行って、その後に波動イベント。昨日配信見れなかったから今日は見れて嬉しい。よかった、ありがとう。朝から朝配信はね、7時半ぐらいまでします。
しい。はい、今日も暑そう。ゆで卵食べたくなった。私は6時半くらいに起きて急いでここに着地しました。ちゃんとご飯持って、ご飯を食べないとね。昨日ね、スタッフさんがね、お仕事終わりに、事務所のスタッフさんなんですけど、これくれた、優しい。BB ですね、 BB チョコラ、 BB ハイパー。ゆで卵とね、お米食べてました。ハイパーある。うん、今日のこれはね、レッスン着、ザラの短い T シャツです。詰めに行ってきます。ありがとう。おへそ出てるの？おへそ出てない、シャツ着てるから隠し。フォローしました、ありがとう。暑いですね今日。うんうん、50カウントあった、ありがとう。今日は波動が遅くまでなので、その間も結構予定は時間が入ってたから、ショールームいつかできるか分かんなくて、だからとりあえず朝にしてました。朝にしました。うん、そう、早っ、暑い
熱い熱い熱い、クーラーつけようかな。熱い。スタバのまま飲んでない。眠くなる。眠くなんの？みんな眠くなんないでくれクーラーつけなくても暑い。いつもこの時間に、あ、つけなくても暑くないだ。いつもこの時間に、うん、うん、まあ何もない時は8時とかかな。ただでも早く寝てたら7時とか起きることもある。今日の予定はレッスンして波動法のイベントに出ますって感じで、もう1日終わる、ほぼ。なので夜に何かイベントやってるの？そう、やってるの。ぜひ下に星があるからパパパパパっていっぱい押してください。無料で押せます。そう。うん。今日めっちゃ痩せそう。あー確かにたくさん動くもんね。そうだよ、うん、水分たくさん取ります。波動頑張るね。ありがとう。ファンの人も頑張るんだ。そっか、何か夢見た？うん、今日は何も夢見ませんでした。7時半までだ。そうだ、7時半までです。言ったっけ。今日はそうぐっすり寝てました。チーム B、 8名選抜に選ばれますように。うん、ありがとうね。寝落ちしそう。寝ないで。青玄米買おう。え、嬉しい。そうね、青玄米とあともち麦食べてる。お話し会行きたい。え、待ってます、ぜひ。おいしい、おいしい。私は好きだけど、でも白米が好きな人とか別にあんまりこう体を痩せるとか気にしてない人は白米でいいと思います。あ、チーム B から。確かに。でもこれね、買えようかなって今思ってきた。これさ、もし暑いから、暑いね。うん、暑い
から汗かいたらね、あのいやちょっと色が出ちゃう、やだ。そう、うん、あそうなんですよ、難しいからね。変えようかなと。眠いよね、この時間、移動通勤ラッシュとかあるよね、きっと。やだ、通勤ラッシュ潰れちゃう。集めてきた、ありがとう。今何歌ったか分かりました？お、分かってる人いる。マーベルさんの愛とか恋とかです。そう、あとはなんでもないよって曲。早押しそうそうそう、有名な曲。正解。シンデレラボーイ。うん。風の中、君が走る砂の上、ポニーテール振り向いた君の笑顔、始まる。暑いからさ、外歩くときさ、傘持ってサングラスしないと目から入ってきちゃう。
紫外線がキャー、紫外線が朝からありがとう。そうなの、みんなはさ今もうお仕事中なのかな、それとも移動中、それぞれか。運転中、なるほどね。テレワーク、仕事から帰ってきた、すごい。小学生夏休み、いいね。夏休み、夏休みは私夏はねラジオ体操とか行ってたな。そう、学校のラジオ体操に行ったり、プール行ったり、学校の行ってたな。懐かしい。仕事してるふりしてる、ありがとう。泳げる。お父さんとちっちゃい頃よくプールに行ってました。今日の配信予定、夜になっちゃう、夜はできるんですよ夜。今日みたいに23時ぐらいになっちゃうかな。で途中はもうゲリラ配信になっちゃうかもしれないです。そう、何時にできるかわからないという。その合間ね、できるならやりたい。どうなんだろう。ありがとう。この後に二度寝しません。もう行きます、レッスンに行きます、向かいます。いやだ、外行きたくない、暑い日焼けしちゃう。ありがとうございます。あと5分。朝はお米派です。頑張りたい時はお米で、休日はパン食べたくなる。そう、納豆ご飯いいよね。納豆と TKG 食べた。お、健康的、発酵食品とってる。波動頑張る。
梅干しが好き？確かにこんな暑いから梅干しいいね。オートミールの卵かけ、えらい。オートミール私もあるけど、朝マックいいな、いいな、朝マックいいよね。ちっちゃい頃はグリドルと、グリドル、グリドルよく食べてました。パン、甘いパンにしょっぱいソーセージが美味しくて食べてましたね。今は、今だったら普通の食べるかな。でもあのパンが好き。そう、朝マックのパンが。ってことで、じゃあランキング読みますか。たけちゃん、13位たけちゃんありがとう朝から。12位まさよしさんありがとう。11位はるちゃんありがとう。10位ピロありがとう。9位ドクターたけさんありがとう。8位シドさんありがとう。7位日野父さんありがとう。6位ナツルさん、ナツルさんありがとう。5位メタルさんありがとう。4位台湾の5さんありがとう。3位キクゴロウさんありがとう。2位 MJ ジュンヤさんありがとう。1位はあお、ゆばしり、ゆばしりさんありがとう。ありがとうございます。皆さんも嬉しい。朝からね、みんなね、お仕事とか学校とかいろいろある中、朝からありがとうございます。うん、今日もレッスン頑張ってきます。じゃあこの後たくさん動いて消費してきます。頑張るんば。みんなも今日も頑張ってね。ありがとう。またゲリラ配信になっちゃうかもだけど、途中は。そしたらぜひ見に来てください。ちょっとでも755とかで発信するのでやるよって。じゃあ皆さんもお仕事頑張ってね、学校頑張ってね、いってらっしゃい、バイバイ。